在位6年、9年間45戦無敗。WBC 98年初めての海外の試合、大阪で辰吉から KO、 この鮮烈な KO で辰吉を2度にわたる4度の挑戦を退けた日本人キラーが7度目の日本のリングでさらなる防衛、その王者に挑むのは新鋭長谷。スピードを生かした左カウンターと回転力を武器に現在14連勝中、関西の若きサウスポー。ウィラポンに敗れた日本ボクシング界6年の歴史、新鋭長谷川、ウィラポン時代に沈め西岡を4度退けたタイの英雄ウィラポンを相手に左の新日幕神戸ジム長谷川穂積で4位、そしてポジションです。放送の解説は元、まずは浜田剛さん、はい、そうですね、やっぱり緊張してますか、うん、動きどうご覧になってますか。ちょっと硬くなったんですね。あ、そうですか。昨日ウィラポンが軽量と1回です。完璧でし、いろんな面で、これはまあボクシングのいろんな面で計算通りと言えるでしょうね。ただしました、このあたり試合に影響はあるんですか。ちょうど約24時間ありますからね、ただウィラポンは全く問題ないタイで話していました。さあ長谷さん、はい、このチャレンジャーとして必要な姿勢、立ち上がりどんなところなんですか。あの右をどんどんね、モーションの右、右これまっすぐタイミングアウト、今これが一番、ただですね、やっぱりですね、ウィラポン普段よりスピード感じられます。これはウィラポン真正面からチャレンジですね、はい、戻りがちょっと遅いね。そして浜田さん、はい、春日っぽいとこ大事なんですけどね、そっちを置くところが今効いてますからね、はい、さあこれはいい感じ、冷静にね、真っ直ぐ正面から行きたくないです。さあもう一回もっとチャレンジャー、この左ストレート、ウィラポンですね、ここさ今のを見るんですよ、はい、うん、なるほど、だからウィラポンちょっと焦って、今見たい、さあ変わりがないですね、もナイス、オッケーオッケー、恐れてませんよね、長谷川選手一番これを生かして最後いる、その右をかいくぐってどう打つかというふうに話していました。ただ西岡のところこの右が速かったですよね、右に1回目からウィラポンサイドなんですが、パンなんですが、戻ってきた長谷川の左に気をつけるという指示、やはり長谷川ウィラポンがスレスレを打ってくと焦りが見える時ですよね。そうですね、もうボディギリギリ打ってますからね、ただこのラウンドちょっとここは浜田選手さん出ておかなければ、1回目で、まあ、焦って打ち方、焦って思い切り右を打とうとですね。そうですね、今日はね、右ははっきり見えました、答えています。そうですか、右は見えますよ、立ち上がり長谷川が抑えてウィラポンを焦らせれば勝機があるとという話ですけど、もうウィラポン焦ってますからね。そうですか、今ナイスさあ打ってきますからね、さあ打ちになりました、右にスピードがない、右にスピードがない、右にスピードがないですからね。こう見てにこれは長谷川穂積ですね。そうですね、さあ、いやー、出ましたね。さあ長谷川1年ラウンド、これはグアダルペガルシア、レフェリーがローブロー注意を与えます。ジャラキッ、チャレンジャー千里馬神戸ジム長谷川、見られた硬さ、浜田剛さん、ウィラポンの右これ読みましたからね、はい、読みましたからいいんです。ただあの5点に回らない、待つだけじゃなくて、ただ行くのも必要ですよ、立ち上がりのようなこの右のジャブ、これが止まらないことですね。左からボディジャラキッ、長谷川ウィラポンが出てきたから、このスピードは捕まらないと思うんですよね。あ、そうですか、この前に出てきますね。いやだから焦ってるんですよ、身の振り打ってきた、そして15度目の防衛戦です、打たれるところありましたけど、はい、今日はスタートからこ、本人も入れだけあるんですね、挑戦した松井選手、さあ松井か、前に行かないですね、前に動く、押したいんですよ、これは前に行けないのはなぜなんですか。体が動かないと、動かない、そして長谷川の方にスピードがあるということなんですか。そうですね、上がっていきました、スピードはもともと長谷川選手のあると思うね、きついですよね、今右のストレートの末でいます長谷川穂積、西岡の挑戦を4度退け、辰吉の奪ってから6年が経ちましたが、日本にベルトが戻ってくるかもしれません。さあウィラポンの牙城が崩れるのか、焦るウィラポン初めてですよね、ナイスカッター、さあ世界初挑戦とは思えない、東京での試合もわずか2戦目という、そういうのが効いた、ミノッカ画面くるどこから打つというパターンされるね、当たらない、そしてバックステップしながらウィラポンのパンチをかわしていきます、長谷川穂積チャレンジャー、はい、ウィラポン何度も食ってますね、また左食った、状態がやはりつくのもありますよね、右打ったら、打つしかない状態ですね、今ウィラポンあの右の一発は怖い、しかし下がりながら打っていく長谷川穂積、グラムオーバーしてあれ影響してます、影響逆縄跳び飛んでますからね、はい、しかし右に入っていく、ウィラポンが効いている、とんでもないことが起きそうだ、さあ長谷川左のボディ、世界初勝余裕のリングの上半身下半身のバランスが3階級制覇、
敵に転向、98年に立ち向かん保ってきましたウィラボー、松永、ねえー、さん、はい、チャンピオン陣営にはですね、ちょっと上体を振っていけと、はい、そして左のフックを引っ掛けてから右を打てという指示が出ています、はい、今のこのチャンピオンには足が出ていればそういう振りいけるんですよ、ないですね、今本当にやっぱ左右左右の方がないと当たりですよね。さあウィラポンはまっすぐから前に出てくる、しかしこれは効いてきてますよ、効いてきてますよ、効いてきてますか、うん、ウィラポンのがいます、大きい場合じゃもういらないですよ、切りました、これはあの前回の鳥海戦で切ったところと同じ場所ですね、振り切るかもしれないですね、左のまぶたの上、前回十由美とこの世界戦を戦った左目を7番、今現在ウィラポンはですね、もう実際まで関係ないし全力で来てますからね、どこがいいんですから、まだまだ長谷川元気あるんですからね、さあ長谷川しかし流血が目に入り始めたか、いやウィラポンの方が断然苦しいんですよ、あそうですか、もうウィラポンはもう今、第4ラウンドの終了試合はバッティングということはありません、しかしパンチで切れた傷だね、今日、いやセレス小林さん、はい、そんなにウィラポンが必死の競争というのはあまり見たことがありませんね、そうですね、それだけもう苦しい、きついです、もう大振りかなうローブローですよね、第4ラウンドの攻撃を避けたいですよね、相打ちを避けたいですよ、あっと右のボディを追ってきたミラボン、しかしボディを返して全力ですから、これはカメラと前に出てきますね、力っぽいですね、全力でやってますからね、ここで止めたらミラボン攻撃を打ってますから、黒のトランクスチャレンジャー WBC 世界バンタム級4位長谷川穂積、おなじみミラボンナコンランプロモーション構成語り継がるで、この右を対応したいですね、ですよね、ナイスアッパー、アッパーを打っていった、いや足の上に止めてますからね、止める必要なんですよ、もっと動かしているわけですね、あの動いててもウィラポンは追ってきますから、このラウンドに来て追い足っていうのがですね、ちょっともうね、となると順とって驚異的なんですが、今日は長谷川はこれは想定外、さあ左球もっと動いた方がいいですね、長谷川さん、はい、その長谷川との前回の鳥海戦とは違う傷のようです、違うところですか、体調にということですね、はい、ボディ狙ってましたね、ウィラポン、ウィラポンボディを今は止まっています、で体が動かない状態でこれだけいくんですね、だから長谷川の方が止めなきゃいけませんね、そうです、そうです、あ一発に力が入っている、もっとコンプレッションしたいですよね、ミロックまたミロック、これだけウィラポンの顔面の的確に捉えたパンチを見たことがあったでしょうか、そしてスウェイロック、藤岡を4度退けた出ようとしています、長谷川さん、はい、辰橋さんにお話を聞いたんですが、パンチに対する反応が長谷川に対しては連打のタイミングがいいというふうにコメントしています、大きいですね、大きいパンチ、ダッキングで行きました、右のこの右が怖い、浜田剛さん、西岡を苦しめたらこの右から、ね、はい、だから行きますか、ポイントを取ることができるか、左クアッパー、クを切る、まさかの苦戦です、この前のラウンドも復活、この前のラウンド本当であればもっといきますよ、長谷川が全力で前の状態ですからね、予想されたことですから、そこ止めると、さあ左放っていきました、もう少し動けば距離にいけると思うんですよね、あなるほど、このミラコの右をもらわない距離、そう、それで強引に右引っ掛けるなり左スウェイクのカウンターなり、はい、打てばパンチをもらわないで済むと思うんですよね、ただの千里負けとやはりね、ガードレールに乗ってきますからね、はい、左の返しのフック、これが当たっている、ワンツーと出てきた、ミラポンも必死だ、青コーナーに打ち込んでいった、さあ抜けてて、左のフック、右のボディを打ってきた、ミラポン右のボディ、右のボディ3連発、さあミラポン必死だ、さっきのラウンドからボディ随分狙うようになりましたね、さあ第6ラウンド、前半の折り返しの第6ラウンドです、12ラウンドを行われます、世界戦、体を突き合ってボディの打ち合いになっている、ここで長谷川は中途半端にやらない、打ちんだったここで打ち勝つことができる、ミラポンが必死だ、9年間負けたことのない男が苦戦しています、やるボディ、さあ長谷川穂積、ここで打ち勝つことですよ、あっと老快な技を見せてきた、離れ際に打ってきた、ミロック、ミラポンは苦しいですよ、ミラポンは苦しいですよ、お互いのパンチが当たる距離になりました、お互いリーチは169センチ取り、長谷川が上回っています、さあ体を使います、至近距離になった、ミロック、ここで長谷川もっと出せばいいんですから、さあミノボディボディの打ち合いアッパー打ってきたミラボン、ワンツー、はい、ヘッジアッパー、ミラボンの顔面を捉えた、ミロック、ミロック、さあ浜田さんから落ちてるという声、ここで休まないでもっと出せばいいんですから、必死にボディを打ってきます、いやー、ミラコン、こんだけダメ側に来るのは初めて見ましたね、そうですね、いつもはどちらかというと余力が出てきますが、今日は必死、それだけ追い詰めている、必死ですよね、長谷川を切ってますね、あー、左アッパー、
緊張ですね。日本なんか怖くない、そう話していた長谷川。リング上見事に体現しています。熱い右さん休憩してるんですか。いっぱい、本来であればいうことだったんですが、長谷川優勢ということになってます。との違いがありすぎますから、はい、さあ左のフックを打ってきた。それでもウィラボンは必死ですね、そうですね、本来はボールがあります。この足でいいですよ、この足でいいですよ、この足の使い方でいいんですね。そうですね、もっともっと長谷川返していきます。ミラポンも左のボディを打ち込んできた。そして右のボディ、怪人 A からの声が大きくなってきた。まああの怪のセコンドリンというのは打つと同時に、ね、うん、長谷川飛ぶとかできるんですよ。芯を止めたい。長谷川の2月にはプロ野球の西武球団のキャンプにも参加。同じ年の昨日大阪で試合になった松坂、小泉君はここまで血を滲むような努力をしてきた。僕もそれを感じている。必ずチャンピオンになっている、なりました。松坂世代長谷川穂積、このボクシング界において金字塔を打ち立てるのか。さあ至近距離になった。激しい打ち合い、ミラボンが出てきた。ミラボンが出てくる。しかし長谷川が出ることしかできない。長谷川今弱気になった感じよ。ゆっくこの打ち合いに勝った。弱気になった感じよ。チャンピオンにさらに打ち返すということですね。そうですね、これで長谷川が切ることですね。トワッチ打ってきた。あのボディ打たれると丸まるところがあるんですね。ボディぐらい打たすつもりでいいんですよ。なるほど。ウィラポンの方は長谷川以上に苦しいんですから、しかしウィラポンもよく出てきますね。ウィラポンも効率がないですね、はい、これ限界でやってますから。さあ長谷川初め一回転押し返す。左のボディ、左のアッパーを打ってきた。左のボディ打ち返す。長谷川左、あータッパー。ウィラポンもさすがチャンピオンの技を見せます。ナイスパンチ、ナイスパンチ。でも防衛戦3回、ノンタイトル2回、本当に大したもんですよ、はい、首都医長も4回受賞というこのウィラポン、富を得てなお専念しているこの試合数が、やっぱり、この試合の隙をついて取れますから、今日は取れますから、はい、まあ、ウィラポンのパンチが徐々に当たってるんですよね、この前のラウンドから長谷川に当たる回数が少ない。長谷川ボディ打たれて丸々と人置けばいいんですよ、もうちょっと打ち合って、もっと打ち合わせるぐらいの手数が欲しいですよね、さあ長谷川さん、その長谷川陣営ですが、はい、ここで一旦スクリーンでしたね。動きは止めないこと、動きは止めないこと、ミラポンも前に出てきた。ミラポンの右、ミラポンの右、さあミラポンも出てきた。しかし打ち返す。ミラポンも出てくる。この辺りはさすがに10、珍しく左を使えと、左をもっと多く使えと左に対する指示が出ています。浜田剛さん、はい、左を使えということですか。左にダブのことか思いますけどね、左あのね、はい、それを逆方向からポーンと打つということなんでしょうね。あ、何回もジャブ打つと。そうです、そうです。攻めていきます。長谷川は弱気にならないこと。ここは頑張り時ですね。いや勝てますから、しかからそれ止めきれますから、やれば止めきれますから、はい、ちょっと勢いで止めておきたいですよね、この勢いをね。中盤角度、浜田剛さん、ミラボンというのは出てくるんですよね。そうなんですよ、だからそれも苦しい時の、まあ、勝負なんで、はい、つまり出てくる時は逆に返し時、顔面食った。長谷川は燃えてないですよ。ホームを作ってですね、ホームを作ってパンチ切ればいいんですから。さあこのラウンドも残り時間が少なくなってきた。頭を突き合う接近戦になっている。ボディーに満点なんで動けばいいんですか。動いて首があるところから打てばいいですから、はい、ゆっくり2人。ミラポン、しかし7、8とチャンピオンが意地を見せてますね。だけの精神力、やっぱり防衛をこれだけ続けるだけの選手。9ラウンドに入ります。残すラウンド、もうウィラポンが勝ってるんですよ、このラウンド。ここは取りたい、チャンピオンの突進を止めたい。あっても3ラウンドしか残っていません。もう一発いらないですから、回転でいいですからね。回転でいい、はい、本来のこの長谷川の持ち味です。そうですね、いつの間にかに自分のペースに持ち込むのがウィラポン出していましたが、このままでいくとウィラポンの流れはウィラポン作ってはいますけど、ただウィラポンは今聞いてもいますからね、疲れもある、もうダメージもありますから。つまりこのおかしくないような力ありますから。あ、そうです。方が違いますから、両者の左のカウンターです。フックを当てていった。ミラポンも当然打ってサイドの穂積、24回り年下の24歳。ミラポンは今年36戦、千里馬神戸ジム創立20周年目にして初の世界戦で初の世界チャンピオン誕生なるか。ミラポンが打ってくる、ミラポンが打ってくる、左パー。しかし左のフックで返していく長谷川。返すのよね、気持ちが欲しいですね、
さあチャレンジャーとしてはその挑む気持ちというのをずっと忘れずにしてです、小林さん、打たなきゃいけないんですね。そうですね、世界の舞台というのはそうそう伸びてくるものありません。さあカウント入った、行く。地方のチーム差が自分においては世界戦は一生に一度あるかどうかものにするのか、その後の人生が変わってきます。さあ長谷川、やり長谷川打ったらすぐボディ守る状態ですけどね、ええ、こうするんだったら動いて長谷川自分の距離でそこからストレート打てばいいんですから。はい、ナイスパッチ。お互いが完全これほどまでに接近戦になっているのは浜田さん、なぜなんですか。長谷川の足が動かないからですよ。動かない、はい、長谷川もこれ少しダメージというかスタミナの、ええ、長谷川の方が動いて相手が追いつけるというところを見せればいいんですね。ええ、ナイスパッチ。パンチが決まっている。長谷川前に出る。あ、もうどちらがありません。長谷川としてあと見てるわけですから。はい、日本の麦沼拓也さん、勝吉丈一郎、5人目のこの階級の傾向が随分強くなってたんですよ。中盤ミラポン必要に打ってきました。前に出ている、あのここまでの展開がどうでしょう。いや、だからよって取られますよね。となるとセレスコ少ないわけですね。今でしょ、高橋シュート、しかし回ってる。さあナイスパッチ、ワンツー決まった。ミラポンも前に出る。さあ勝利のチェンボリー、打ち勝った方がチャンピオンでした。チャンピオンになる上で一番重要なのは何ですか。やっぱり精神ですね。さあ気持ちだ、ボディ引くんじゃなくて打せてでもいい。全然動き止まりましたね。聞いてるんですよ、これは聞いてますよ。一度3度目から聞いてるんですよ。いまだかつてプロにおいて50戦において1回しか倒れたことがないミラコン。さあこれチャンスですよ。倒せ長谷川、あっとこれ投げ倒す形になりました。ミラコンのダメージは2回目から随分蓄積していたからね。さあチャンスだ、ミラポンもボディを打ってくる。先に打ちたいですよ、先に打ちたいですよ。先に打つ長谷川も、しかしボディが効いてきたか。ボディが効いてるんですけどね。ミラポンもあった、左ボディ、そこでもう左ボディダウン取りますから。さあスピードアップ、手数を出せ、残り時間このラウンド10秒。ミー左、長谷川いけ、左します。グアダルトガルシアさん、さあ2つですよね、12回本当に前に出ましたね長谷川、うん、この回でチャンピオンも限界できてますから。さあこうするかのように武道館が揺れています。左のボディ、まあそうですね、少し引かなくても同時に打てばいいですから。はい、の陣営なんですが、ウィラポン表情こそ変わりませんが、はい、右の目の下あたりがやや腫れてきました。そして陣営としてはとにかく体を振ってパンチを打てと西に出しています。さあもうこれだけ必死の陣営の指示を、日本の来日、勝吉を2度、西岡を4度退けた最強王者ミラポンのガスターが終わりを告げるのか。引くんじゃなくてですね、もうど真ん中で打ち合えばいいですから、打ち合えば勝てますから。はい、さあしかしそれダメージの度合いが来ますからね。はい、ミラポンのダメージがワンツースリー取っていった長谷川です。セレス小林さん、はい、何かセレスさんが帰って、もう倒してもらいたいですね。イメージというのもうできてますよね。そうですね、もうその打ち合いぐらいですね、はい、先ほどもう一歩食べればこれ崩れるところでしたよね。さあミラポンが必死の競争だ。あっちのスピードがある。さあ前に持ってくる、前に出てくる、意地と意地のぶつかり合い、タイ国民軍、タイの英雄の勝利を信じてテレビの前で生放送を見つめています。戦しています。長谷川の左、長谷川の左ボディ、もうチャンピオン相当苦しいですよ。第11ラウンド残り時間30秒、熱気初挑戦です。世界初挑戦、日本の勝吉、西岡、3人目の挑戦者がいる。さあ前に出る、前に出る、2人ミラポンの右を出してきた。さあミラポンが棒立ちだ。残り時間10秒、このラウンド下がりながら持っていく、フック左、ウィン、ミラポンの右が力がなくなってきた。チャンピオンに対する気は持たなかったですよ。チャレンジャーですからね。さあ左、ウィン、逃げ金に行くことで、ウィラポン検査しないと前に行くということですね。そのつもりでやれば、チャンピオンになりますから。はい、ウィラポンは98年以来14度防衛、6年間土座を保ってきました。一度たりとも負けたこと全部無敗、そのウィラポンに対してあとこの3分頑張れば世界が変わりますね。しかしウィラポンもですね、効いてると思うから、ハーディー、最後の試合にね、
ボディだけで逆転の数の宮田返していく、顔面返していった。セレス小林さん、はい、最後も死闘ですね。そうですね、まあ、チャンピオン人生変えますから。さあ人生が変える、変える。しかもウィラポンを倒したらとんでもない名誉と、勝吉の分、西岡の分、そしてウィラポンの歴史全部をいただくことができるか。ウィラポン必死に追い込んできた。ボディで倒そうというとこなんですよね。長谷川前に出る、ウィラポンも倒せ。もう最後の手段のボディ一辺倒にかけてしまってないですよね、ボディ引いてるというのが。そうですね。さあ長谷川前に出る、小林を出せ。一瞬動きが止まったウィラポン、左のボディ青コーナーにじりじりで追い込んできたウィラポン、最後の力を見せている。このもんですよ、ミラコンの顔面が好調しています。これほどに腫れ上がった顔を見たことがありません。左クッ、第12ラウンド残り時間1分を切りました。さあ長谷川、仕事ですね、世界チャンピオンになりたい、チャンピオンになれるのか。左クッ、左クッ、ミラコンのボディを打ってくる、頭をつけよう、接近して、チャンピオンさすがですね、さすがですね。あと右、チャンピオン1回目に